ホームゲームということで、まずたくさんの人が来ていただいて、ソニーからもファンやサポーターの人が来ていただいて、結果的にうちは負けなんですけれども、お互い力を出しながらもいいゲームだったかなというふうに思っています。今までのシステムから、3-4-3 から今日は4-3-3というシステムで臨んだんですけれども、別に、深い意味はそんなないんですけれども、逆にソニーさんが、4-2-3-1 とか4-4-2から4-3-3にしてきたんで、うちのそのバイドのストロングのところを消そうと思ったのかなというふうに思いながらも、いざ試合入ってみてどうかなというふうに思ったんですが、ちょっとした、ミスから、セットプレーニアに蹴ってくるって分かっていても、そこでやられた失点と、自分たちの、単純なミスから2失点目を食らったっていうのがちょっと、反省材料ではあるかなというふうに思っています。全体通して、点を取るしかなかったので、前へのパワーはしっかりかけたんですけれども、最後までゴールを打ち明けることはできなかったので、そこは、これからもしっかりトレーニングを積んで、やっていくしかないかなというふうに思っています。ありがとうございます。どのような意気込みと言われても、試合なんで、勝ちにはいきましたけれども、
ミーティングで言ったのは、こっからの7連戦は、保守感情をせずに目の前のその試合に没頭して、その試合に目の前の敵を倒していくことだけだと、一打一打しっかり紙切手編さんを積み上げて、やっていくことしかないっていうふうに言って送り出したまでです。絶対必ず外から崩せとも言ってないですし、ただ、ソニーさんの3ボランチがちょっと内側を締めるので、サイドバックが、うちのサイドバックに対してそんな上がってもマークも来なかったので、しっかり中を締めるディフェンスをしていたので、まあ、そこが一つ開くかなというふうに思ったので、まあ、センターバックからシンプルにサイドをチェンジして、そこから崩していこうというふうにやりました。で、決定力の部分というのも、僕が決定力上がる、まあ、薬だら何やらそれがあるんだったら僕が一番欲しいですけど、まあ、こればっかりは、もう練習していくしかないですし、まあ普段から一つのプレー、一つのトラップ、一つのシュートにこだわって積み上げていくしかないかなっていうふうに思ってます。ということもあって、どうしても勝ちたかったんですけど、終始自分たちの時間が長い中で、最後どうしても決めきれなくて、まあ、前のフォワード陣に最後決めきるっていう力がなかったっていうところで責任を感じて、すごく悔しいです。前半終わった時ですかね、あのヘディング最後、まあ、入らなくて、わーって叫んだったら鈴木選手。はい、あれはどういう気持ちからの言葉があってんの？まあ、そうですね、やっぱりどうしても、まあ、やっぱり1点取りたくて、まあ、勝ちたいっていう気持ちがあったので、まあ、自分自身やっぱりキャプテンっていうのもありましたし、そういう気持ちの面でもっとチームを鼓舞してやっていかなきゃならないっていうのもあったので、そういった感情が出たんだと思います。そうですね、内容的には全く悲観する必要はないと思ってます。あのこれを逆に残りの6試合続けられれば勝っていけるという自信はあるので、この内容を維持して、あと最後の決めきる力っていうのを自分たちで練習の中から一つ一つ強力に上げていければなと思います。やっぱ最後、まあ、あのチーム全体としてこのゴールを守るっていう部分であったり、あの絶対にゴールラインを割らせないっていう、そういう最後の細かいところですけど、あのゴールキーパーのカバーに入るところだったり、そういう一つ一つのそのゴールカバーだったり守備に対する意識がやっぱり出たのかなと思います。まあそうですね、やっぱり意識せずとも勝手にやっぱ意識してしまうものでありましたし、まあ、去年まで一緒にやった仲間たちとこうやってプレーするっていうのはすごく不思議な感じではありましたけど、でもやっぱり慣れ合いじゃないので、自分が選んだ新しい環境で自分がこういう場所に来てこういうサッカーをしてこういう風に頑張ってるんだぞっていうのをやっぱりみんなに見せたい気持ちはありましたし、まあ、支えてくれた人たちに恩返ししたいっていうのもあって勝ちたかったんですけど、まあ、すごく残念でした。まあそうですね、一つ一つやっぱり勝っていかないと、まあ、他がもうどうこうとか言ってられる順位ではないので、自分たち次第で順位がやっぱり変わる、自分たちで上に行くには自分たちが勝つしかないと思ってるので、一つ一つ目の前の試合を全力で取り組んでいきたいと思います。まあそうですね、やっぱり内容自体は前節に比べて上がってきているので、このコンディションだったり、そのチームの雰囲気っていうのを維持して、あとやっぱり自分たち27、6、7歳ぐらいの選手が、年下の選手にどういった声をかけるかどうかでチームの雰囲気っていうのが変わっていくと思うので、そこら辺ちょっと意識してやっていきたいなと思います。そうですね、今日相手っていうか、今までのこの8試合の中で自分たちのやっぱり3バックの脇を狙われるっていう部分があったので、4バックにしてやってみたんですけど、やってみた感じとしては、まあ、うまくはまったっていうのがまず一つあると思います。あの、まあ、皆さんも見てて分かりますように、守備の安定感っていうのが一つ、まあ、自分たちのミスでやられたっていうのはあるんですけど、あの守備の安定感だったり、まあ、攻撃のその形っていうのは、まあ、少なからず作れてた部分もあったので、まあ、3バックでやるにしろ、4バックでやるにしろ、選手一人一人がこう理解を深めて、監督の求めているプレーに近づけるようにやっていくだけだと思います。そうですね、前節に比べてはやっぱりそのシュートの意識が全体的に高くなりましたね。あの遠目からでもどんどんシュート放っていくという、前節やっぱり引かれた相手に対して自分たちの形を作れないっていうのは、綺麗に少し崩そうとしている部分があったので、自分たちらしいサッカーっていうのを考えた時に、もう泥臭くてもどんどんこうクロスボールを放り込んだり、もう五分五分のボールでも放り込んでいったり、あとやっぱりシュートの意識を増やしていったり、今日シュート数が多分多かったと思うんですけど、そういったところにすごく表れているのかなと思います。今の試合は全部を通して、まあ自分がゴールを決めることができなかったのが、まあチームが負けた原因であるので、
まあ、改善点は自分の決定力だと思うんで、まあ、そこは次に向けてしっかり練習していきたいなと思います。もう最後のプレーって分かってたんで、まあ、キーパーも後ろの方見てなかったんで、まあ、自分もゴール前に行って何ですか、戻る力もあんまなくて、まあ、キーパーはもしかしたらと思っていたんで、まあ、それは良かったんですけど、まあ、最後は足がつってて体が思うように動かなくて、まあ、悔しい結果になってしまいました。本当はもう少し勢い殺して枠内狙うつもりだったんですか？いや、もう足が、体がもうきつくて体が動かなかったです。いわき FC さんは、まあ、パワーがあるチームでフィジカル的にも強いし、前の推進力もある中で、まあ、うちとしてはそんな体格もそこまで良くない中で、身長差もある中で、やっぱ下で、なるべく高いボールというかロングボールというか下で、ハードワークしてやっていこうという中で、その中でも2点取れて勝てたことが良かったです。8位置のところはちょっと意識した中での、あの得点で、まあ、ラッキーなところもありました。まあ、今取り組んでいる中でやっぱり、あの背がちっちゃい中で、みんなフィジカル的にも負ける中で、やっぱ推進力っていうところ、ショートカウンターであったりカウンター、チャンスがあれば仕掛けるっていうところ、でスプリントっていうところは結構意識してやっています。守備に関しては、相手のワイドっていうところが、パワーある選手なので、なるべくサイドバックがそこに引きずり出されずに、中盤の選手で対応して、やっぱ中の選手もやっぱ体格差があってでかい選手が多いので、そこに対して、引きずり出された中が薄くなってくるので、最後そのセンターバックのところで、中盤が、対応して、中はセンターバックであったり、サイドバックが、対応しようという話はしてました。まあ、僕たちソニー仙台は、まあ、企業チームの中で、まあ、優勝しても、上に上がるってことはないですけど、やっぱりサッカーさせていただいている、ことに感謝して、やっぱり優勝もまだ1回しかしてない中で、やっぱり打倒、まあ、ホンダがずっと連覇している中で、打倒ホンダでまた優勝っていうところを、会社のためにも、みんなの、経験のためにもやっぱ目指してやっています。Yeah!
中3日でちょっとコンディション的にはあまり良くなかったですし、まあ、後半この暑さもあったんで当てるかなと思ってたんですけど、まあ、あの立ち上がりに取った点がもうみんなでこう守ろうというところで、まあ、勝ててよかったかなと思います。いや、 やっぱり中3日であれば、うん、3日でいかにこう、コンディションを落とさないように疲労をどう取るかというところで、やってますね。まあ、そういう意味では選手は、まあ、プロの選手もいますけど大半がもうアマチュアで仕事をしながらというところでやってますので、まあ、午前中仕事 でまた午後から練習というところでなかなかその休息っていうんですかね、コンディションをちょっとこう疲労感を取るというところでいくとなかなかそれが難しいところですけど、まあ、選手が自覚を持って食事ですとかあるいはその休息のところで選手自身が非常にこうなんていうんですかね、プロ意識を持って取り組んでくれるので、まあ、そういうところで、まあ、なんとかやってるって感じですかね。ただ今日なんかでもやっぱりちょっとやっぱり後半はだいぶ、バテてちょっと相手に、走られるシーンもあったかなと感じました。まあ、ボールをうまく保持しながら、まあ、今日はペナルティエリアの中にいかにこう侵入するかっていうところをテーマに持ってやってたんで、まあ、そういう意味でそこでペナルティに侵入した中でのチャンスから得点が生まれたので、まあ、狙い通りの得点というかですね、まあ選手がそこのところを意識してやってくれたことが、まあ、得点につながったんじゃないかなというふうに思っています。そんな特別誰かというのはないですよね。ただ、まあ、交代で入ってきた選手、あるいはまあ、このシステムを変えたりとか交代で入ってくる関係でポジションをいろいろ変わる選手が、まあ、そこでうまくこう対応してくれたっていうのは、まあ、非常に大きかったですね。まあ、ここはできるけどここはできないんじゃなくて、まあ、普段まあやってることがそこでもうまく、まあ、やれたんじゃないかなというふうに思ってます。順位はそんなになんか嘘に聞こえるかもしれませんけど全く意識しないわけじゃないですけど、まあ、いずれにしても今我々の戦力で本当に優勝を、ね、こう狙っていける戦力かって言ったらやっぱりまだまだ力不足なところもあるので、まあ、今もう選手と一緒に言って、毎日言いながら、まあ、やってるのはやっぱり目の前の試合をそんな順位とかなんとかで目の前の試合をやっぱり普段積み上げてきたものをどれだけこう表現できるかっていうところにみんなでチャレンジしようよということを言ってるので、そこのところでうまく、まあ、結果につながってるのかなっていう、まあ、全く順位を意識してないわけじゃないですけど、ただやっぱりそんなにまだまだ、うん、まだ残りこれで6試合ですか、うん、6試合の中で、まあ、かなりこう下も詰まってるんで、これ連敗したりしたらすぐもう逆転されるような状況じゃないですか。ただまあ我々としてはまだそんな順位をどうこうっていう考えるようなまだ時期でもないので、まあ、まずやっぱり目の前の試合をこうどれだけこう挑んでいけるかっていうね、積極的な気持ちでやれるかっていうところが大事かなと思ってます。選手はもちろんね、いろんな意味で周りからも言われるし意識はしてると思うんですけど、ただまあさっき言ったようにやっぱり大事なのは、やっぱり目の前の試合をね、いかに戦うかっていうことだし、それから変に順位を意識してなんか自分のプレーができなくなっても、やっぱりそれはやっぱりチームにとっても良くないし本人にとっても良くないと思うので、まあ、私はいつもそういうふうに言ってます。まあ、でも、やっぱり勝てば嬉しいし順位がこうやって出てくるし、やっぱり周りからもいろいろ意識はしますけどね、できるだけそういうふうに、まあ、あまり順位を意識して変に硬くならないようにはしてます。そんな経験ある人たちじゃないんでね、選手じゃないし、やっぱり今私と3年目ですけど、まあ、積み上げてきたものが、まあ、うまくこうチームの中で表現できてるかなっていうところですね。ボールをいかに保持していかにゴールに向かうかっていうところをずっと言ってきてるので、まあ、それをみんながやっぱり日頃のトレーニングの中で意識してっていうことはやっぱ大きいですし、やっぱりテクニックの部分でかなり選手のレベルが
やっぱり上がってきたっていうのもやっぱ大きいことかなと思ってます。いた選手が、やっぱりもともといた選手がやっぱりそこが土台になって入ってきた選手がそれにやっぱりこう引っ張られていくっていう感じですよね。あのもちろん入ってきた選手のレベルは高い選手がいますけど、そのじゃなくてやっぱり今まであの地道にやってきている連中がチームにいますので、やっぱ彼らがこうそのチームのやっぱり土台になるものをこう表現しているのを見ると、まあ、自然と入ってきた選手がもうそれにつられていくっていうのはもう感じかなと思ってます。残念ながら0対1というあの最初の立ち上がりのやっぱり失点で、我々やっぱり無得点だったということだったんですけど、もう少しね、アグレッシブというか、ゴールに向かう姿勢を最後にはやっぱり当然負けてるから出てくるんですけど、やっぱ立ち上がりからやっぱりフルに行くっていうところが今日 の入りのところで少しできなかったのが、最終的には点が届かなかったと思います。ただ選手はなんとかね、やっぱりこの勝ててない状況を打破しようと、非常に夜からやってるところを出してくれたんですけど、やっぱり相手も当然上位のチームで、最後のところでやっぱり、フィニッシュにやっぱり行っていない、もう少しやっぱりシュートを打っていくっていうこともこれからの課題にして、なんとか早く勝ち星っていうものを、そして今日もたくさんのやっぱり応援来ていただいた、地元で本当にね、やっぱり負けるっていうことがやっぱりないようなチームにしていきたい、そういうふうに、感じました。前半戦の改善として、やはり失点をね、いかにしてやはり減らすかっていうところで、ただそれに対して後ろの枚数を多くするだとか、そういう方法論ではなくて、自分たちのやはりスタイルを出しながらいかにやっぱり失点を減らすかというところで、一つは改善のことを取り組みました。それについてはもちろん失点しているわけで改善できたとは思っていませんが、それ以外で崩されたというよりも、そういう形で我々が今感じているようなチームのところのやっぱり良くなかったっていうのは、このゲームに関してはそんななかったと思っています。そうなるとやはりどうやってやはり得点を取るかっていうところで、もう少しやはりゴールサイド、ボールを追い越す人をねやっぱり作っていけたら、相手の方も非常に、難しい場面ができたと思うので、当然ですがやはり点を取れないとやっぱり勝てないということを含めれば、守備のところはこのまま、改善しながらいかにやはり得点を取っていくかというところをやっていきたいと思っています。今日その通りで少しちょっと配慮が相手の方にやっぱりボールがやっぱり行ったということは、やっぱり我々自身のやっぱりスタートのところでもっとやっぱりはっきりここはやっぱり相手陣内でからまず始めるだとか、そういうやっぱりところも踏まえて入っていきたいなと思います。どうしてもやっぱりセカンドボールをやっぱり拾えないとやっぱり引き気味になってしまうんで、そういう意味では、ファーストボールの後のセカンドボールなぜ拾えない、やっぱりちょっと間空けるんじゃないか、コンパクトにしていこうだとか、そういうところにやっぱり、現象じゃなくて原因をやっぱり見つけながら一つ一つ改善していきたいと思います。どうしてもやっぱ勝ち点がな勝ち星がないチームっていうのはアグレッシブに入れてないっていうのがやっぱり現象で出てくるので、それはなんとかアップの方から改善しようとしてるんですけど、だからそのやっぱりスタートのところに100やっぱり出せないっていうところに、今日の立ち上がり の相手のリズム、それからファーストシュートの失点というところにつながったんじゃないかと思います。僕らはやっぱりもう今この時点でやっぱり失うものは何もないんで、そして4連覇して今も首位で輝いてる、今日の結果知りませんけど、王者なんで、本当にやっぱり失うものなくチャレンジ精神をもっと出せるように、それとチャレンジ精神でじゃあやったら何でも許されるのかではないと思うんですよね。やっぱりそれをどういかにやっぱり、勝ち点勝利に、結びつけるかということに、みんなで一週間頑張りたいと思います。はい、本当に今ミーティングでも話したんですけど、負けることで下を向くっていうことじゃなくて、今やっぱりこの状況の中でもコロナの中でも僕らはやっぱりサッカーをプレーできる、そしてそれを
客がオープンになったんで、応援してもらえるっていう、そこにやはり喜びと責任感を持ってやっぱりゲームに、しようということを今日も終わってすぐ確認したんですよね。で今日もやっぱり、750人の方がやっぱり応援に来ていただいて、やっぱりましてやっぱり地元なんで、その人たちに本当によくやったとやっぱり言われるようなやっぱりゲームを絶対にしなきゃいけない。それはやっぱりどうしてもやっぱ勝つことが一番ね、やっぱり求められてると思うんで、そこにやっぱり向かっていきたいと思います。応援していただく子どもたちにはやっぱり勝つ姿を見て、またサッカーをやっぱり好きに、もっと好きになる子も出てると思うし、また見に来た方がやっぱり、今度会ったらまた行こうと、スクモからコーチしないでも今度応援に行こうというようなやっぱりところにつなげられるようにやっていきたいと思います。配置的には悪くなかったのと、まあ、前半どっちかっていうと長い時間保持はできなかったですけど、攻撃においては流れができて出してからはいい形で受けれたりとか、前3枚で絡めたりいいワンタッチ、ツータッチで組み立てられたので、まあ、交代するときは、まあ、監督からも、まあ、戦術的な理由だったりとか悪いから変えられてない、変えたわけじゃないっていう形だったので、まあ、個人的には次の選手に託せたっていうのもあるんで、まあ、それまでに同点に追いつけなかったことは力不足でしたけど、まあ、出た時間をやれることはやろうかなっていうふうには決めてたんで、まあ、でもいつもよりは、守備の時にチームとしてはめどこだったりスイッチの入れ方っていうのを共有できてたので、いい形で奪えたりというか相手のミスを誘うっていうことはできてたので、失点後の戦い方は今までよりも前向きに捉えていいものだと思いますし、ただ攻撃に出るときにちょっとまだ守備に重きを置きすぎてた分、出る推進力だったりパワーっていうのがちょっと減ってたので、なかなか枚数かけれなかったっていうのと、後半の最後の方みたいに相手がもう完全に疲れてこっちが保持できるっていう形ではなかったので、サイドバックの参加っていうのはなかなか少なかったですし、前だけの選手でどうにか完結しようするしかなかったのかなっていうのが前半の奪ってからの形だったのかなという。見えすぎました。キーパーの動きとゴールといろんな選択肢が、浮かんで逆に悩みました。攻撃の部分ではもう本当に試合を重ねることに、どんどん良くなってきてる、修正すればバグもたくさんあるんですけど、いいところはどんどん伸ばしていきたいです。立ち位置はまずどんどん良くなってきて、間に入ったりするっていうのをイメージしだして、右サイドでは結構ボールを動かしていると思っています。こういうああいうビッグチャンスを決めるとか決めないとか、立ち上がりの進展をなくすとか、やっぱりそういう一番勝負って細かいところに、そういうところを決め切るとか、失点足出して守れるかって、そういうさあれを決めたら、勝ち点1取られたのにっていうのは思います。すごいあのチャンスをもっとたくさん作れるようにっていうのを意識して、今日もシュートあれ1本だけだったんで、あれをね今日次の試合は2本打てたら、チャンスの数を増やしていきたいですね。まずは勝ちたかったし勝てると思いました。悔しい気持ちですね。立ち上がりの失点以外は、それほどやられる場面というのは少なかったし、逆に自分たちのチャンスというのも作れたと思うので、そこで結果を出さないと試合にも勝てないし、こういうゲームになってしまうなと改めて感じました。本当に、ずっとそうなんですけど、失点がもったいない、立ち上がりの時間帯でグダグダになってしまって、反省が生かしきれてない点があったので、そこは本当にもったいない、やっぱりやられちゃいけない時間だな、これを本当に繰り返さないようにチーム全員で
やっていかないといけないなと思いました。まあ、その失点したことによって、やっぱりその自分たちのやることっていうのがはっきりしたのと、はっきりしたというか、こう一人一人がその自分たちのやることっていうのを原点に戻って多分できたと思うので、そこが、まあ、そこからの展開につながったのかなと思います。本当に取られる前には自陣で本当にふわふわしたプレーであったり、来てるのにこう丁寧につなげてたりっていうのがあったので、まあ、そこを相手のコートでやるっていうのを意識してやっていきたいですね。流れて流れ変えたかったですけど、まだ負けちゃったんで、またチーム全体で見つめ直して、まあ、また来週もすぐ試合があるんで、下はかもしれないわけないかなっていう、全員でもちょっと練習が頑張っていると思います。練習でやってることは少しずつだあると思うんですけど、積み重ねていっている実感はあるんですけど、やっぱりどうしてもこれだけ勝てないと、ちょっとしたミスでもネガティブになったりとか、まあ、最初のあの時間の失点もそうですけど、なんかきっかけが一個作ればなと思うところがあります。やっぱりマイボール的にポジショニングとかっていうのは、立ち位置、相手に捕まらないところっていうのを練習から意識しちゃってて、まあ、後半のちょっと押し込んでる時間帯では、多分みんなが間々ポジション通って、フリーになってチャンスはまでは作れたと思うんですけど、やっぱりそこを締め切れるというのが変わってくるのかなと思います。流れもそんなに良くなかったので、まあ、点入ってちょっと安心しました。
そうですね、今日苦しみながら勝てたんで、次の試合に今日の勢いを持っていけるように頑張りたいと思います。なんていうんですか、地域のみんなで戦ってるみたいな雰囲気が僕は好きですけど、これからもいいプレーを見せれるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。なかなか苦しい時間帯が続いてたんで、まあ、こう自分たちの持ち味であるセットプレーでやっぱり1点取りたいなと思ってたんで、いいところにこぼれてきて、いいタイミングで自分も準備できてて良かったなと思います。そうですね、次からこう天皇杯も入ってきたり、連戦が続いていくので、しっかりコンディションと怪我はしないように、体をしっかり準備させていきたいなと思います。やっぱりどのチームもこう球際にしっかり来たりとか、こうフィジカルコンタクトがすごく多いので、まあ、自分もそこにしっかり負けないように、戦っていきたいなと思ってます。Bueno, pues mejorando mucho. Creo que estos últimos partidos, los últimos 6-7 partidos, el nivel del equipo ha sido bastante bueno. La verdad es que estoy muy contenta con eso. La pena pues hoy, porque creo que hemos hecho un partido muchísimo mejor que el rival. Pero bueno, dos acciones desafortunadas pues hacen que la ventaja de 1-0 la perdamos. Pero creo que el equipo está a un nivel muy muy alto y ojalá de aquí a final podamos seguir con ese ritmo. Sí, yo creo que en los primeros 25 minutos de la segunda también muy bien. El equipo ha sido muy superior al rival. Y la pena, bueno, pues eso que he comentado. Creo que hemos tenido el 0-2 en bastantes ocasiones. Creo que hemos tenido una ocasión muy clara que ha sido un penalti bastante claro que no nos han pitado. Y a raíz de ahí el equipo creo que bueno, pues se ha puesto un poco más... Estaba pensando quizá más en lo que no nos habían pitado que en el partido en sí. Y bueno, pues Marullasu sabemos que es un equipo que a balón parado tenía mucho peligro y que podía pasarnos esto. Pero creo que hemos sido, o sea, que nos hemos merecido ganar y creo que no hemos ganado, bueno, pues por circunstancias. Pues yo creo que mejorar no mucho. Creo que tenemos que seguir el camino que llevamos ahora, porque creo que estamos consiguiendo semana tras semana que el equipo sea mejor. Y bueno, quizá lo único que tendríamos que mejorar es intentar sentenciar el partido antes. Creo que hemos tenido ocasiones para haber tenido más ventaja antes de llegar al final, y creo que ese es el único error que hemos hecho, el no haber metido algún gol más para que el final no fuera tan apretado. Pero por el resto no tengo ninguna queja hoy de mis jugadores, han estado de 10. Bueno, creo que igual que los equipos intentan siempre buscar un buen entrenador, un buen preparador físico, un buen director deportivo, ¿no? Creo que un poco con el arbitraje debería pasar lo mismo, ¿no? El arbitraje debe tener formación. O sea, igual que tú enseñas a un niño pequeño a jugar, enseñas a uno de 15 años a jugar al fútbol, enseñas a un adulto a jugar al fútbol, ¿no? Pues un poco eso así, tiene que pasar por todas las fases. Y yo no sé la experiencia que ellos tienen ahora mismo, pero es que es verdad que creo que es algo que se debería intentar mejorar. Yo no conozco la cultura tanto como vosotros, pero creo que hoy, por ejemplo, sí que ha condicionado el resultado. No creo que haya hecho a propósito, evidentemente. Creo que bueno, pues ha tomado esas decisiones, creo que no ha sido porque éramos el Suzuka, pero creo que igual que nosotros intentamos mejorar semana tras semana, ellos deberían también subir el nivel. Claro, así que él quiere, yo también es verdad que en España, de la liga que yo venía, pues el nivel del arbitraje estaba bastante bien, porque eran muchos árbitros internacionales o que iban a la liga profesional masculina a arbitrar. Entonces, claro, el nivel era muy alto, pero es que aquí un poco pues es como una semana unas cosas te las pitan y a la siguiente semana a lo mejor no, como que varía un poco la decisión en la misma acción, dependiendo del árbitro. Supongo que como todo, pues con el tiempo irán mejorando, ¿no? Lo que pasa es que entonces, claro, te estás jugando mucho semana tras semana y fastidia mucho, ¿no? Son muchas horas de trabajo. Próxima semana metemos 4. Pero, 次の試合、自分たち4点取れば、こういった問題も問題になりますもんね。